と高さん。皆さんこんにちは。大阪維新の会の吉村です。都構想の活動をしてますと、こういうふうに聞かれることがあります。いや、都構想には賛成だけど、住居表示とか住所が非常に長くなるんじゃないの、特別区の名前が入ってくると長くなるんじゃないですか、というような問い合わせがありますが、長くなることはありません。ものすごく長くなるとか、あるいは同じ住居表示とか、それを繰り返すということもしません。どういうことかというと、こういうことです。こういったようにですね、住居表示が長くなることもありませんし、同じこの名称を繰り返すということもしません。皆さんにとって親しみのある町の名前というのは、区の名前とかはきっちり残しながら、そういった長くなるようなことはしない。これが我々が今進めている議論でやっているところです。ややこしい名前だったり、名前が長くなるというのは、これは事実ではありませんので、ぜひそれに惑わされないように、大阪都構想の応援をよろしくお願いします。